それではフレッシュマンクラス決勝 A メインスタートします。トップは東くん、2番手親分、3番手川野さん、4番手飯塚さん、さあホールのクリちゃんは出遅れました。3番手です。今トップだ。トップ東くん。東くんトップのミスの間に差が縮まって 2.3 秒。2番手が親分。さあ1番2番は開いて 3.1 秒。2番3番が 1.3 秒差。3番4番も 1.1 秒差。もっと詰まったぞ、飯塚さんが。あれ親分と飯塚さん、もう一人だ。どっちにも上げてくれよ、完全に。ああだいぶ詰まった。ここで親分が見せて、2番手がクリちゃん、3番手飯塚さん、でもまだすぐ一緒だよ。2、3、4、3度目1が完璧に抜けちゃいました。ああ、ここで3位抜けた。3番手に親分。さあ、福橋君は5番手までをラップにしております。残りが7分20秒。さあ、ワンミスが命取りだ。さあベストラップはクリちゃんが12秒28、飯塚さん12秒54です。あ、東くん12秒83、クリちゃん13秒だった。東くんが一番速いですね、12秒54。もっとうまくるよ。さあ1番2番との差が 3.7 秒。2番3番の間が 2.4 秒。残り6分。まだまだいけるよ、残り。富樫君の車、暗いからよく見づらいですね。ちょっとここでよく見せてください。まあ、1番2番との差が 5.9 秒に広がりました。2番3番はまだ2秒。
2.1 秒。おっと、ここで一気に3番4番が近くなった。残り5分。残りが4分と25秒。トップ富樫君、2番手栗ちゃん、この差 5.8 秒あまり変わらず、3番手飯塚さん、2番3番との差は近い1秒を切っている。真後ろ3番4番の間がちょっと空いた。4秒7。あ、2番3番 0.45 秒。さんが不良、飯塚さんもコツコツやってるから、その手が震えちゃって足が震えてます。大声も震えちゃったね。ほら、ふがし君が垂れてきたよ。1位と2位の差は覚えなかった。1位と2位との差は少し縮まって 3.8 秒。1位が縮まった。いや、だってだいぶ垂れてるの。おー、まだ2分45秒ある。ほらね、ちょっと垂れたんだ。ほらね、もう東が垂れてきてね、おーと思うとね、飯塚さんが逃げる逃げる。1リードの差はちょっと広がって 4.19 秒差。さあ、一気に詰まって 3.5 秒差。残りが1分50秒。3番手栗ちゃんもベストラッパー13秒00まで上げている。川田さんもベストラッパー13秒01。ラックも落ち着いて、ベストラップは上がってるよ。14秒04。さあ、1位2位との差が 2.7 秒差。残り50秒。しかし君、諦めるな。トップに立つと手が震えるんです。おー、ほっとほっと、おー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 、こっちが我慢強いんだ。
44周10分00秒3。惜しかったですね。やはりデチューンの言葉が響いたんでしょうか。デチューンないからドキッてそれはまずい。審査に入った。